トロストク防衛戦の最中、それは起こった。巨人を次々となぎ倒す謎の巨人が現れたのだ。それが知性を持っていることは明らかだった。ライナー、ベルトルト、兄の前でその巨人のうなじから姿を現したのは104期訓練兵団の同期であるエレンだった。兵団は巨人化したエレンに巨眼を運ばせ、壁に開いた穴を塞ぐ作戦を敢行する。ライナーとベルトルトも訓練兵団の一員としてこのトロストク奪還作戦に参加し、エレン巨人が巨眼を持ち上げるまで巨人たちを引きつける任務に当たることになった。オルテさんから。エレンが食われるかもしれない。そうなれば何もわからないままだ。ああ、いざとなったら俺の巨人で何とかするしかなさそうだ。二人とも何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナー。マルコ、今の話は冗談だ。気は確かか。君らしくないな。今は作戦に集中しろよ。精鋭班の負担を減らすんだ。冗談なんだろ。いや、お前は察しがいいからダメなんだよ。兄、助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしておけない。ふざけるな、クソ野郎。ライナー、巨人だ。こっちに来る。兄、マルコの立体起動装置を発生。はあ、あんたらの不始末だ。ベルトルトとやりな。お前あの時コニーを命張って助けてたよな。なぜあそこでそんな危険を犯した。この悪の民族に情が移っちまったのか。違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら証明しろ。うわ、やめろ。兄、なんてだよ。それでこそ戦士だ。兄、よくやった。なんでそんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。いや、おい、なんで。マルコが食われてる。Ja, und hier merken wir, Rainer ist Gaga! 第57回壁外調査に乗じ、兄はエレンを奪取するため、巨人化して調査兵団への襲撃を仕掛けるが、奮闘も虚しく、女型の巨人は敗北を喫し、目的の遂行はならなかった。女型の巨人のうなじから抜け出した兄は、本来自分がいるべきだった場所、ストヘスクの憲兵支部に帰還すべく移動を開始するのだった。壁外領域の巨人たちを退けて、カラクもストヘスクへの帰還を果たした。そしてまるで何事もなかったかのように憲兵団の兵舎へと戻り眠りにつく。第57回壁外調査の真の目的が壁内の敵をあぶり出すことだったとも。そして今まさに調査兵団が彼女の正体を暴こうとしていることも知らずに。ウォールローゼ壁面の穴を捜索していた調査兵団はウトガルド城で獣の巨人の襲撃を受ける。
絶体絶命の危機に陥った104機の調査兵たちの中にライナーとベルトルトの姿もあった。彼らは巨人化したユミルの力とミカサたち別動隊の加勢によって九死に一生を得る。そして辛くも壁上に帰還した一行の前でライナーは己の正体と目的を明かし、巨人の力を持つエレンとユミルを故郷に連れ帰るためベルトルトと共に戦いを挑んだ。どうにか二人の身柄を奪ったライナーたちだったが、すぐに追撃の手が迫る。兵団を率いるエルヴィンの捨て身の作戦によってライナーたちは捕らえたエレンを奪われ、せめてエレンを他の巨人に捕食させようと試みるが、エレンが発動させたある力に阻まれる。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。くそ、ぶっ殺してやる。まずいぞ。 I'm fine, thank you. Thanks for the follow, man. ユミル、なぜ助けに来たんだ。いや、それより今はこの巨人どもを何とかしねえと。くっそー、やっちまった。なんでこんな。ユミル、なんで俺たちのところに来た。そりゃ私がバカだからだな。里帰りのお土産になってやってんだよ。故郷に行けばお前はまず助からないんだぞ。逃げるなら今だ。私はもう疲れた。もういいんだよ。もう。ユミル、なんで助けてくれたの。お前の声が聞こえちまってからな。お前らがこの壁を壊しに来なければ私はずっと覚めない悪夢を見てたんだ。私はただその時借りたものを返してるだけだよ。お前たちの境遇を知ってるのは私だけだしな。私も同じだよ。自分じゃどうにもならなかった。ありがとう、ユミル。すまない。いいや、女神様もそんなに悪い気分じゃないね。ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で囚われの身となった。そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークはどちらの方針に従って行動するかを決める。いや、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで1対1の戦いを行うことになった。そんなもんだろう。ふふふ、勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後だ。座標のダッシュを優先、当然だろ。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。ふう、兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。
しかし、いくら兄でも。へえ、まだ決意が固まってないってこと？もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら、鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあ、しっかりしようよ。もう、終わらせよう。終わりにしたいんだよ、俺たちで。壁上で待機する一行に、四足歩行型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から離し、戦うしかない。ここで座標を奪還し、呪われた歴史を、この地獄を終わらせる。そのために。散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につくわけだ。少しは自分で考えて行動しろよ。分かってる。本当は誰よりも高い能力を持ってるはずなのに、肝心なところで人任せだ。正直今まで頼りにならなかったぜ。今まではな。うん？終わらせるんだろ、ここで。そうさ、ここで勝って終わらせてやる。じゃあな、頼んだぞ、相棒。任せろ。ライナーは巨人化したはずだ。合図はまだか、ライナー。そっちはまだ無事なのか。エルヴィン・スミス。いや、迷うな。先に殺すのは馬だ。エレン、なぜ自分から姿を現した？俺たちの目的がお前であることは承知のはず。まさか巨人の力で壁を越えて逃げる気か？奴を壁内に戻すのはまずい。完全な座標の力を身につけた後では手遅れだ。いや待て、逃げるにしろ、なぜわざわざ志願しなくの中で巨人化する？そうか、奴らの狙いは俺の目標を馬からエレンに移すことか。ったく、せっかく登ったってのによ。話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁内人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ、アルミン。もう全ては決まったことだ。それは残念だよ。兄を残虐非道な憲兵から解放させられるのはもう君しかいないんだよ。このままじゃ、アリは家畜の餌に。すればいい。本当に捕まえているのなら、兄の話をすればまた僕が取り乱すと思ったか。いや、ただの時間稼ぎか。別の兵士にライナーを殺しに行かせるための。そこまで見えていて、なんで話に乗ったの？確認したかった。君たちを前にした途端にまた泣き言を繰り出し、許しを請うんじゃないかってね。でももう大丈夫みたいだ。君たちは大切な仲間だし、
ちゃんと殺そうと思ってる。それは僕たちが悪魔の末裔だから。いいや、君たちは誰も悪くないし、悪魔なんかじゃないよ。でも全員死ななきゃいけない。わお、ダメなんだ。追わないでアルミ、爆風に巻き込まれる。調査兵団に追い詰められたライナーだったが、ジークと四足歩行型の巨人により際どいところで窮地を脱する。ライナー、お前は運が良かったね。その後ライナーたちはシガンシナクを離れてウォールマリア壁外を南へと向かった。この島の果てにある海岸を目指して。帰るぞライナー。逃げ切れましたか。のようだな。さて帰るとしようか、我らが故郷へ。よっ。